皆さんこんにちは。スペイン一部ラリーガの RCD マジョルカに所属し、ワールドカップカタール大会に韓国代表として出場しているイガンイン選手。韓国の至宝と称されるイガンイン選手は、決勝トーナメントに向けて日本代表の久保建英選手とある約束を交わされたそうです。今回はそんなイガンイン選手の久保建英選手との約束について調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介させていただきます。名前イガンイン、愛称韓国の至宝、国籍大韓民国、生年月日2001年2月19日、21歳、出身地インチョン広域市、身長体重173cm、68kg、在籍チーム RCD マジョルカ、ポジションミッドフィルダー。2007年、サッカー選手を目指す未就学児を集めて、その成長過程をバラエティ番組ナララシュットリに6ヶ月間出演し、驚異的なパフォーマンスを見せて、7歳の時から韓国サッカー界の神童と呼ばれて大きな注目を集めたイガンイン選手。2009年8歳の時に地元のインチョンユナイテッド FC アンダー12のチームに入団しました。10歳の時に家族と共にスペインに渡り、バレンシア CF のカンテラに入団すると、カンテラで評価を高め、現地メディアからも注目を集めたイガンイン選手に、レアル・マドリードなどが獲得に興味を示す中、2017年3月2日にバレンシアと正式に2019年までのプロ契約を締結しました。さらにスペインサッカー連盟がイガンイン選手のスペインへの帰化を希望しているという噂が浮上しましたが、これについてはイガンイン選手の父親が否定されたそうです。2017-18 シーズンに B チームに当たるバレンシア CF メスタージャに登録され、プロデビューを果たしました。2018年7月22日、バレンシアと2022年までの契約を締結したイガンイン選手。10月30日のコパデルレイの CD エブロ戦でトップチーム初出場すると、2019年1月13日のレアル・バレドリード戦でリーガ初出場を果たし、同月30日には正式にトップチームに登録されたことが発表されました。イガンイン選手はトップチームデビューを果たした際、リーガ・エスパニョーラのホームページに新たな侍の出現と紹介されたそうです。2019-20シーズン、9月17日、 UEFA チャンピオンズリーグのチェルシー戦に途中出場し、18歳6ヶ月での出場となり、韓国人選手のチャンピオンズリーグ最年少出場記録を更新しました。9月25日のヘタフェ戦でラリーが初ゴールを決めましたが、10月19日のアトレティコ・マドリード戦で途中出場からサンティアゴ・アリアス選手に悪質なタックルを食らわし退場処分になり、ラリーガにおいて21世紀生まれの選手として初めて退場処分を受けた選手となってしまいました。6月18日のレアル・マドリード戦でも後半31分から出場すると、後半44分にセルヒオ・ラモス選手を後ろから3回蹴りを食らわせ、わずか13分の出場で退場処分となり、母国メディアからも批判を受けました。2020-21シーズンは開幕戦のレアル・ソシエダ戦で先発で起用され、4-2の勝利に貢献しました。同シーズンこそ飛躍のシーズンになるかと期待されていましたが、次戦のセルタ・デ・ビーゴ戦で前半途中にフリーキックの役割をめぐってホセ・ルイス・ガヤ選手と大口論となり、ハビ・グラシア監督は前半だけでイガンイン選手をベンチに下げてしまいました。以降はグラシア監督の構想外となり、出場機会も減少してしまいます。同シーズンも20試合1ゴールと消化不良のままシーズンを終えました。さらにバレンシア側からの契約延長のオファーを誇示していたこともあり、放出の噂が広がっていったイガンイン選手。2021年8月29日バレンシアとの契約解消に合意し退団されています。翌日の30日に RCD マジョルカと4年契約を締結されました。カンテラ時代からライバルとして渡り歩いてきた久保建英選手とのプレーが実現することになりました。
韓国代表には2018年のトゥーロン国際大会にU20の代表として出場し、5試合3ゴールを決めました。2019年3月にフル代表初招集され、2019FIFAU20WC でチームが準優勝し、2ゴール4アシストで大会 MVP 賞であるゴールデンボールを受賞しました。そして2022年 FIFA ワールドカップカタール大会に韓国代表として出場されています。現地時間12月5日に行われるワールドカップカタール大会の決勝トーナメント1回戦で、韓国代表は20年ぶりのベスト8入りを目指して優勝候補の一角に挙げられるブラジル代表と激突します。ポルトガル代表との最終戦、後半アディショナルタイムの決勝ゴールによる劇的勝利でグループステージ突破を決めていた韓国代表。そんなアジア屈指の精鋭軍団にとってもサッカー王国との対戦は容易ではありません。文字通りの激闘が予想されています。しかし当の選手たちはさらさら負ける気などないのも当然です。現地時間12月4日に韓国メディアマイデイリーの取材に応じたイガンイン選手は、とにかくチーム役に立ちたい、楽しみと話しました。そしてこの21歳の天才レフティーには果たさなければならない約束があるそうです。それは隣のブロックで同日にクロアチア代表とのラウンド16に挑む日本代表の久保建英選手との約束です。スペインに勝った日の朝に僕は日本の結果を知った。それですぐに久保におめでとうと送ったんだ。そしたら彼からベスト8で会おうって返信があったんだ。嬉しかったよとイガンイン選手は久保建英選手との試合後のやり取りについて語っています。韓国がブラジルに勝てば日本とクロアチアの勝者と対決します。もしも日韓対決が実現すればワールドカップでは史上初の出来事です。無論サッカー界にも数多の歴史を紡いできた両国のライバル関係は深いようです。仮に実現すれば周囲がピリつくのは想像に難くありません。しかし久保建英選手とは2021-22シーズンにマジョルカで同僚だったイガンイン選手は、年齢も同じで近くで過ごした友達なんだと強調し、日韓のライバル関係に対する自らの考えを口にしました。韓国では日本に対してネガティブな感情を持つ人もいる。それは分かってる。でも僕にとって久保は親友だ。困った時に助けてくれたのも彼だった。だからいつだって頑張ってほしいと思ってると親交が深いことがうかがえます。果たして日韓の司法が誓った約束は実現するのでしょうか。運命の一戦への興味がことごとくことはないようです。決勝トーナメントでのイガンイン選手の活躍から目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。